働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大月智之の働く現場のお悩み相談室。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。今回ゲストに来ていただいたのは2回目の登場です。アンナちゃんです。よろしくお願いします。アンナです。お願いします。アンナちゃんはあれ、就職するんだったら、はい、なんか大企業がいいのかベンチャーがいいのか、まあ、いきなりフリーでいくとかさ、まあ、いきなりフリーで起業するって意味、うん、そうですね、起業、うんうん、いやそうですね。でもなんかすごい昔はずっと悩んでたんですけど、うん、今はちょっとベンチャー寄りかなっていう感じはあります。どういうところが一番なんかいいのベンチャー？そうですね、うん、私が今インターンしてる会社がもともとベンチャーで、うんうん、今、数年前にやっと上場した会社で、うんうん、人数もまだ400人、うんぐらいの会社なんですけど、うん、なんかそのベンチャーの習慣が残ってる、割と残ってる会社なので、うんうん、なんかそこで働いてるとやっぱり大手の結構ガチガチな感じよりは、うん、ベンチャーのすごいこうフレキシブルな感じがいいなって思って、まあ、結構インターンきっかけでベンチャー寄りになってきた感じはあるんですけど、うん、なんかそのフレキシブルっていうのはどういうところが一番いいの？なんか例えば、うん、自分がやったこと、やりたいって言ったことに対して、うん、なんか雰囲気、まだ大手行ったことないんで分かんないんですけど、うんうん、大手だと結構なんかいろいろ審査されそうというか、うん、なんかいやこれはこうこうこうだから無理だよとか、うん、結構こうズバッと切られてしまいそうな雰囲気があるんですけど、うん、なんかうちの会社は割となんかこういうアイデアあるんですけどなんかできないですかねっていうと、あやってみようよから割と始まってくれる会社なので、うん、なんか上場してるけどこうなんかなんていうんですかね、何でも受け入れようとしてくれる体制がある雰囲気がすごい好きで、うんうん、なんかフレキシブルっていうか、なんか自分がやったことがやりたいって思ったことがそのまま形になってくれる感じが、うん、なんかベンチャーの良さなのかなって。やりがいだね。そう、やりがいがありますね。楽しいもんじゃん、うん、楽しいです。あそういうのは正解なんだろうね、やっぱね、はい、そうですね。まあ正解でないパターンがあるんで、なんか今回の質問がね結構来てるんで、ちょっといいですか？はい、今回の質問は、以前東洋経済オンラインの記事で企業理念だけで就職先を決めてしまい失敗した人の記事を読んだのですが、今まさに同じような状況です。どうしたらよいでしょうか、という質問で20代男性の大学生から来ています。まあ、これもう結構何年か前に書いた記事なんですけど、はい、まあ、概要というかざっくり中身を話をすると、はい、まあ、まさに、まあ、その中では IT 系のベンチャー企業にインターンというかアルバイトで行っていて、まあ、大学の頃から、でそこでまあ働いているうちによく社長ともベンチャーの人数が少ないんでよく接することがあって、まあ、よくその社長が会社の未来とか、まあ、こんな世の中にしたいという、まあ、いわゆる企業理念とかね、そういうのをよく語っていて、まあ、そういうのをまあ当時だからね、夜中まで飲んで話をしたりとかっていう、まあ、そういうところにすごく惹かれて、そのままその会社に就職をしていった人の話、うん、はい、でどういうその後どうなったかっていうと、はい、まあその下でずっと一生懸命頑張ってやってきて、まあ、この子が、ね、いい大学を出てたの、うん、ね、それで、うん、まあ、うん、大卒でそのままアルバイトから就職して、30歳になった時、まあ、8年経った時に、まあ他の同級生かな、そういう大企業とか行った同級生と再会をして、まあ今どうしてるみたいな、そんな話をした時にあまりにもその処遇の差があってそこでなんか急になんか落ち込んでしまって、自分の道は間違っていたんじゃないか、うん、
があって、別に記事の内容としてこれは誤解をされたくないのは、別にその理念経営とかそういうのがダメとかそんなのは一切思ってなくて、逆にそういうものはすごくいいなと思うし、もっとどんな企業でもやればいいと思うんですけど、ただそれだけに報酬が理念だけで他をちゃんとやってなかった会社ってことなんで、で結局全然給与も上がらなくて周りはどんどん増えてって会社選びを失敗したんで、その会社選ぶ時っていうのは単純にそういうのだけで選ぶと失敗するよっていう記事だったの。だからその方が今、これから就職をしようっていうのが同じ状況なのが、同じ状況なのは確かに入り口は同じ状況かもしれないんだけど、その10年後どうなってますかとか、その将来像をちょっと確認した方がいいんじゃないっていう。なるほど。うん、だ例えばこのやっているビジネスが将来性があるとかないとか、これは分かんないことかもしれない、そうですね、どうなるか。ただ実際に、そういう先輩はいるはずだって、うん、そういう先輩方がそのどんな仕事をしていて、じゃどういう給与の上がり方をしているとか、まあ、その辺を参考にしてね決めるといいんじゃないかしら。企業理念がいいって思える会社っていうのはすごいいい、うん、いいポイントかなと思うんで、それ以外がどこまでマッチするかっていうのはちょっと見極めないといけないところかもしれないですね。うん、そうね、よく他の動画でも結構話してるんだけど、うん、就職するときになんか一部分だけ見て決めるっていうのは非常にちょっとね、うん、失敗しやすいんで、まあ、確かに企業理念も大事だし、そのやりがいがあるっていうのは何よりも大事なんだけど、ただ自分がこれからね先ずっと働いていこうって思った時にそれでいいのかっていうのはやっぱ、うん、休みが全然取れてない会社ですっていう、それでもいいのかとかね、うん、その理念を達成するために自分も休みなしで社長と一緒に働くんですぐらいにな、うん、そんぐらいのなんか気概があればいいんだけど、いやちょっとそこまではなって思うんだったら、うん、無理にそこに行かなくてもっていうのもあるしね。逆に企業理念とか、うん、まあ給与とか以外に見るべきポイントみたいなのありますか？やっぱベンチャーとかになると、まあ、この方はアルバイトしてるからいいんだけど、やっぱ社風とかは、うん、社風というかノリとかね、確かにそうですね、ああそういうのはやっぱり気にした方がいいかな、それは確かにあるかもしれない、うん、なんかノリが合わないってきついよね、うんうん、でそういうのはやっぱり OB とか OG とかの人たちに聞いたり、うん、社員さんとかに聞くのが一番いいんですかね、うん、まあね最近だともういろんな事件があったからね。ほらどこもOB 訪問とかには結構慎重になっているのはあるけどね、まあなんか、うん、まあ、そういう時間帯やらなくても会えるからね、うん、まあなんかそういうのは聞いてみるとか、あとは実際に今どこもインターンやってるから、そういうので行って見て聞くっていうのはありかもしれないかな、うん、まあそうね、まあ、話は戻すけどベンチャーだとその創業、まあ、今回みたいにアルバイトでそのだから行ってるんで、その雰囲気がとかっていうのは分かってるからいいと思うんだけど、別に新たに再就職したいっていう場合ってベンチャーでやってきてると結構ねここがね仲がいいというかもう出来上がってるんだよ、うん、よくあるじゃん、なんか学校でもなんでももう出来上がったグループがあって転校生みたいな、そう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 でそこに溶け込めるかどうかとかって、いうとまあ、そういうのが、ね、気にならなくてどんどん行ける人だったらいいかもしれないけど、そうじゃないとなんかちょっとした疎外感を感じることあるみたい、うん、うん、やっぱりベンチャーの私の勝手なこう偏見かもしれないですけど、うん、ベンチャーの雰囲気はやっぱりすごいなんか積極的な人が多いイメージが割とあるかもしれないですね、うん、まあ、ベンチャーっていうぐらいだから、うん、なんかそういう基本的なチャレンジ精神みたいのは、うん、
まあ、その経営者はじめ、うん、その立ち上げに集まっている人たちはそういう、まあ、そういうのを肌で感じてるからね、うん、慣れてるかもしれないよね、うん、だから後から行くと例えば再就職であのベンチャーですとかっていうとなんか戸惑うかもしれない。確かに、そうですね。うん、そうですね。特に割とし、なんかしっかりしたって言い方は言うと語弊があるかもしれないけど、なんか前職ではこれが当たり前だったのには通用しないとか、そうですね、うん、そういうのは結構あるかもしれないかな、うん、まあでもそれが悪いわけではないからね、うんうん、だから自分でそういうのに飛び込んでやりたいっていうんだったら全然いいと思うし、まあ、逆にあのそういうところベンチャーも基本的にみんなあの上場を目指したりしてるんで、上場するにはあの少なからず何かは変えていかなきゃいけないのは間違いなくて、うん、だからそういうさっきのアンナちゃんが言ってるとこみたいにもう上場してるから多分、まあ、制度とかそういうルールはしっかりしてると思うね、うん、だからそういう社風とか気質とか、うん、そういうなんだ DNA 的なね、うん、ものは生きてるんだけどっていう、うん、ものがあるんで、なんかそういうのを逆にあの整理してやろうぐらい思ってるんだったら全然いいかもしれないです、うん、まあまあでも質問のことからいくとその会社のね、まんま同じ会社だったらちょっと未来が、そうですね、そうですね、だからまあ他の部分もいろいろ自分なりに見てみて、自分が後悔しないって思うのであればそのままいけばいいのかなっていう感じですかね。そう、労働条件っていうものは今現在のものがあるはずだから、はい、あるはずだから、だからさっき の, あの記事に出てきた人も片やあの大企業で退職金制度がしっかりしているところで、うん、あの8年やってきた人と、うん、全くないところで来た人、うん、でこれはもうあの例えば両方とも退職して次のステージに行きますという時に、うん、もうこのスタートラインから差が出ちゃうから、そうですね、うん、お金がちゃんとあってじっくり次行ける人と、うん、とりあえず生活費を稼がなきゃって人と、うん、これは違うんで、だそういうものはしっかり労働条件は、うん、まあそれね、あの雰囲気とか理念に流されないで、うん、流されないでそこを見た上でこれでも自分で納得できるんだったら就職すればいいかなっていうふうに思います、はい、うん、まあなんならねそんだけ仲いいのは社長に言えばいいじゃないか。そうですね、いろいろ聞ける状況って最高ですよね、うんうん、いやこんな記事読んだんですけど、うん、社長大丈夫ですよねって、うん、確かにそれは本当にそうですね、うん、まあ なんだろう、あの言いづらい雰囲気とかもあるの、そういうことだけはちょっと聞きづらいみたいな、ね、それだったらちょっと逆に怪しいかもしれないです。痛い痛い、昔ね他の社長で面接の時になんか賞与のことを聞かれて頭にきて落としたのかって言ったら、いや、それはね、まあ、ずいぶん昔の話だけど今の気はあんまないけどね、なんか、そうですよね、うん、まあでも、そういう条件を言うやつはあまり信用ならないとかっていう言い方をしたんだけど、今思えば、そういうのを言わない方が信用ならないんじゃないもんかね、うん、まあなんか社長に聞けばいいと思いますよね。いいと思います、まあ、それで、ね、その返答でまあ考えたり悩んでるぐらいだからね、そこまで信頼しきってるわけでもないと思うんで、うん、っていう感じなんですが、なんか同世代としてあんなじゃなんかアドバイスを、アドバイス、うん、でも自分が後悔するかしないかを基準にしたらいいのかなと思います。だからあの後悔しないようにいろいろ調べて、うん、まあ、社員さんとかともいろんな人と話してみて、うん、あ、すごい自分と合ってるなと思うんだったら後悔しないと思いますし、まあ、ちょっと行動してみるっていうことが大事なんじゃないでしょうか。さすがということで、ぜひ行動してみてくださいということで、この動画では働いている人、これから働きたいっていう人、そして、会社で人を雇ってる経営者
もしくは人事担当者、そして社会保険労務士を目指している方にとってお役に立つ情報を発信しております。このようにご質問がある場合には概要欄にある LINE から質問を寄せていただければ、動画でお返事回答したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。